ぱ切らざるを得なそうな気するけど、これさ、当たりの時以外許されないもんな。嘘が通った時に許されないじゃん。許されない、うん、すぎますねそれ。こんなに喋らないコラボ配信ないっすね。この後は健康がね、健康でよく喋るんでね。そうそうそう。空気感も伝わってもらわないと見てる人に。なるほど、ね。ガチだよっていうところね。いつもと違いますよと。もう逆に喋ったら負けだと思ってきました。そこまで。喋ったら負け。なるほどね。いやなるほどね。なるほどね。ああ。なるほど、ね、なるほどね。リーチか。ああこれ切るんだろうな。うわうわ、これ刺さんなかったことあんのかな。あれリーチだな。うん、った刺さんないことあんだね。怖い。強いね。両無筋2発ね。うん、ドンパグラたんだろうね。はい。最後。誰かあった？最後。ああ、お正月ですかね。最後、太しの、そうです、そうです、もう。スーピンからですね。シャアあんこったらもう嘘気に決まってんだけど、ね、先にリーチ誰が入ったんだ、これ。中林がリーチしました。ああ、スーピン引きました、太し。じゃあ、ローソーがワンチャンスですね。これは行くでしょう。しかも、まあ、一応、急走手出しで、当然通りやすそうにはなってるんですけど、うん、ローソーは。ほんまや。うん、若干ね。うん、まあ、でも、行きますか。行くでしょ、第一で一品だし、はい、うん、何本できないの、泣けるわ、うんうんうん、そうしてる間にもう一件、森さんからもリーチ登場。タカチャンネルさん、リーチが、タカチャンネルが、カンリアンマン、二枚山いた、気合だ、うん、おー、カンリアンマン、いい街ですね。まあ気合の3色ですわ、うん、はい、もうまあ一応南三局で、まあ満直羽直偉すぎるんで、うん、まあ、まあ、曲げますね、当然のリーチ、まあ、上がってる場合じゃないですね、うん、ので、最後1対2対2、うそ、カンチーピンが2枚、ああ、ほんとだ、いやだから4体っていうか土俵に乗ってないからね、まだ嘘通ってないからね、うん、両筋です。はい、だ2対2の勝負に対して、このリャンウーソーウッパーソーの 2×2 の4通り4筋ですね。ウーソー3枚目、ね、3枚目ね、うん、はい、パーソーが2見えなのか、そうですね、うん、これウッパーソーの 人なら上がれないですよ、もう。これは本当に上がれる。すごそうですけどね。でも、ちょっと手がすごい。手がすごいんで。一個一個考えても、ちょっと待って、でもさ、意外といけんのか、まあ、何パーぐらい、でもこれ50%はないよね、絶対ない。さすがにそんな高いことはないと思うけど。絶対ない。ないならもう。いける気がするけど、だって大いに、うん、大いに想像は2から9まで何も通ってなくて、ピンポンは2から8通ってないです、ね、うん、で中林さんはまあマンズのまたぎサブローワンもあるしピンズもあるし、うん、まあこれで 30% ぐらいかな、30はありそうだな、さすがに嘘3枚目も加味するとこれ何パーなの、うん、誰か2件合わせたら、うん、30を超えてそうですけど、でも50はない気がする、35ぐらい、
30より割りそうに、でも、うん、ロンって言われて何の文句も言えない範囲だから。ただ2人とも関連してないんだよ。宣言牌2ピンで、絶対2ピンが絡んでて、でこっちもウーアンは必ず絡んでる。まあくっつきのバージョンはあるけども、うん、まあくっつきでしたね。なんか大石さん2ピンってただ2ピン止めただけのケースが、シャー切ってたんだ。本当だ、あったわ、うん、俺一発シャー切ってるわ。そうですよ、多分本当だ。何でもある、何でもあるっていうことですかね。実際あったわ、うん、実際そうだ。サブローソーと関連マンのイーシャンテンだったわ。一発キャッチだわ、リャンピンは。今見たそうだ、うん、いやーまあでも上がればトップだもんね、リッチしてるんじゃないかな、ね、こういうのそうです。4割弱30何パー上がれば絶対トップだな、大体ダブリ跳ねまんだもんな、跳ねかく、跳ねかくリッチで、大井さんに仮に漫画打っても一応2着目、うん、一応ですね。で中林さんはまあ打点不明だから、まあ、ロンって言われてもまあ耐えるかもしれない、うん、すげえわ。でも俺も押すわ。細かいことはいいから言ってそう、もう、うんうん、もう、うんうん、この手ができて降りる許されないみたいな、うん、中林は急走照らしも嫌だもんね。ほうほうほう、目つぶらそう、全部上ブロックはあって、うん、カッパー層からウッパー層、まあ、ちょっとこんだけ危険でも切るってことはもうあんまり考える余地がないのかな、かもしれない。なんか展望状況が絶妙にやっぱ切らざるを得なそうな気するけど。だってこれさ、当たりの時以外許されないもんな。嘘が通った時に許されないじゃん。許されない、痛すぎますね、うん、それで論って言われてもこの手ならしょうがないじゃん。全然違う。これが入り目がさなんじゃなくて、スッチーソー入った時はローソー切るのかもの方も話したいんだよね。6はかなりロースを切りたいですね。ね、6のがやっぱ切りやすいですかね。ダントツ切りやすいですね。親に相当取りやすそうなんで。大井さん一見勝負って感じ、うん。それは切っちゃいますね。じゃあもう一個。ロースをあんこってもウーソは切りやすい？上がワンチャンスになりました、ね。そういうこと。上の方が。上が。なんか切りやすそうだな、ちょっと。切る。リーチトラトラでも切るのかな。切るんじゃないかな。打点下がった分上がワンチャンスになってなんかバランス取れたかなみたいな気持ちで、はいはいはい、そうだね。じゃあこれドラが数杯のリーチトライチとか、はい、切らないな、それは。あ、やっぱ打点要素は結構ある。あ、もう決まるからなこれ、うん、決まるのが大きいな。だからこれドラがさ関係なくてリーチダブなんだったら64、いや切りたくないな。なんか相手の平均打点も下がってるのが、そこだよな。それに見えてないローワンとかドラならもう相当きつい気がします。きついね、確かにね、うん、一気に極めいる。確かにな、うん、で大井さんのホーラーは結構オーラストップ目になれるんですよね、スポってくれたり、うん、直撃してくれたりしてね、親かぶりで。そう、難しいな。ラス目の頼りないリーチだけど、うん、漫画ぐらい作ってろよみたいなリーチじゃないですか。そうですね、打点は。正直これがリーのみのイメージはないです、ね、ないでしょ、ね、で中林が大いに8000打ったらもうトップじゃないですか、これ。これドラのダブナンコ以外はシャーキリス降りそうですね。確かに今回はちょっと降りれないけど、もうちょっと変わったら降りそうな気は。うん、まあみんなでもそれぐらいの感覚だよね。うん、よかった、うん。似たような感覚でよかった。そうですね。うん、これはさすがの俺も行くわ、嘘。また切っちゃう、もう、行っちゃえ。もう、ほんとす、ま、切りました。ロンって言われたらごめんなさいっつってリーチだわ、目つぶって。はい。オッケー。そしたら、アホが一発キャッチか。俺、降りてローピュー打たれたらもう泣きたいもんね。泣きたい。泣きたい。許されない。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。こっちの動画を見てね。